声でこのような素晴らしい展覧会ができたことを本当にありがたいと思っております。そう、今日書かせていただいた絵、なんですけれども、ちょっと私もですね、なんか途中ですごい隠れてなかったですよね。書いてました、書いてました。すごいずっとめまいがしてて、あんまり記憶にないっていうかちょっとごめんなさい。よかったな生きててって思ったら、それは全然日陰なんで暑いからとかじゃなくて、なんかすごいやっぱりですね、こちら岡本太郎さんの作品が非常に多くありまして、皆さんもご存知だと思うんですけども、実際に作品見させていただくと、例えば絵の具とかキャンバスとか、なんかそういうなんか物質的なものではなくて、もうすごいなんていうか、こう美術館を歩きながらいろんな、なんていうか、音とか声とか、なんかこう動きとかね、すごいものがね、こう生きてるんですよね。で、ああすごい、やはりすごいなと思って、美術館初めて来た時は思ったんですけども、そのエネルギーをまず最初、後ろにいた時もそうなんですけど、感謝を込めさせていただいて、どうかそのエネルギーのいっぺんでも私になんかお力くださいっていう、そういう思いで書かせていただきましたので、なんか私ちょっとなんかすごいめまいしてたんで、ちょっとあまり記憶ないんじゃないんですけど、多分ですけど、非常になんかこう古い、なんていうんですか、新しいっていうよりかは非常に古い、なんかこう生き物たちのなんていうんですかね、それがこう崩されてまた起き上がって、崩されてまた起き上がりながらも、こう文明をこう積み上げていくような、なんかね、古い、なんかこう、ちょっとごめんなさい、うまく言えないですけど、何かで、ね、古いものとこうつながったんですよね。そうしますと、どんどんこう原始的な、なんていうんですか、流れにこう入り込んでいきまして、そこから例えばこう見つけ出す、こう抽象的な形であったり、またそのもの自体にこう含まれている なんていうんですか、要素ですよね。その要素をこうかき混ぜるみたいな感じで作り上げていって、でなんかこう作り上げていったら、だんだんなんかこう集落っていうんですかね、ちょっとうまく言えないんですけど、なんかこう文明が発達してきて、でまたその文明が発達したと思ったら、またなんかこう宇宙と、こう宇宙の怒りを買ってまた破壊されて、でまたなんかこう宇宙とつながって、また愛されて、またこう文明がこう発達していくみたいな、なんかそんな感じでした。そんな絵だと思います。ありがとうございます、はい、今日はこの母の塔という岡本太郎さんの作品の前でこう描いていただくという、ちょっと特別な感じの場所ではあるんですが、それ母の塔と何か影響とかっていうのはありましたか？ちょっと自分で描いてて言うのもなんなんですけど、多分なんですけど、なんかあそこら辺に、なんか狛犬さんのなんか最初の祖先みたいなのがいる気がするんですよね。なんかやっぱり人間ってどうしても人間の生活だけ捉えがちなので、なんかこう人間のサイクルにとらわれがちなんですけど、そうじゃなくて、その母って人間も確か人間を産むかもしれないですけど、もっとこう大きなこう捉え方をした時に、その物質であるとかないとかもそういうこと関係なく、こう原始的なものとつながると、いろんなものがこうポコポコと生まれてくるような、なんか不思議な関係性があって、だからそういう、なんですかね、先ほども言ったように、岡本太郎さんの作品は生きても、生きてるって言っていいのかは、ちょっと学芸者の前で言っていいのかわかんないですけど、やっぱりすごく生きてて、こうやって見てもなんかこう映像みたいに見えるんですよね。こう彫刻って止まってるかもしれないけど、動いて見えるんですよね。それがなんかこう、わかんないですけど、こうパーってなってたんじゃないかなって思うんですよね。はい、ありがとうございました。じゃあセンターもらいます。